ご視聴ありがとうございます。第8期モダンシン挑戦者決定戦挑戦者の細川優也です。始まりました第11回ハレリアコンバット。今回はモダンということで、最初に言ってしまうんですけども、一人はちょっと、さっき話したモダンシン挑戦者であった僕が、対戦ということで、でその対戦というのがこの方、現モダンシンである増田大輝です。お願いします。よろしくお願いします。はい、ハレリアでは神挑戦者決定戦っていう、さまざまなフォーマットの、その神と、その挑戦者の戦いっていうものをちょっとお届けするんですけども、その神のね、松田さんがね、一応、今は神ですからね。はい、それで前回ちょっと僕ちょっと負けてしまったんで、今回はちょっとそのリベンジということでなんですけど、どうですか、モダンシンって。モダンって思うとはっきり言って難しいんでね、全然自信もないですね。これね、ほんと1ヶ月ぐらい前からずっとモダン練習してやらなきゃいけないぐらいモダン大変で、てかモダンってもうすごいですね。環境すぐ変わったし、進化も出るしでついていけないなって思う。いや、ついていけないでも神としては防衛できないじゃないですか、ちょっと。いや、そうです、困りますけどね。いやいや、でしかも今回はね、困った材料っていうか、フロンティア新挑戦者にもなったってことなんでね。そうなんですよ。なんかいろんな神シリーズがあるんで、挑戦していくっていうのは目標ではあったんですけど、でもまさかその挑戦者決定戦で勝つと本当に思ってなかったというか、いやモダンやんなきゃいけない、フロンティアもやんなきゃいけないという感じがすごく大変で。どうですか、2個挑戦ってことですか、なんか どっちの方が大変そうですか。いや、どっちも大変ですね。フロンティアは見つかってない環境というか、分かってない方の中でやりきる必要がある感じだったんで、それをなんか工夫して優勝できたんだけど、防衛と神シリーズってまた違うじゃないですか。はい、でモダン人っていうのは、そのモダンっていうのをまたデッキ1時から精査してやって、どうできるかって予測しなきゃいけないっていうのがあるのに、なんか2つこうこうってきた感じなんで、違うモダンこうこうってきた、どうすればいいんだって。結構やん、もう思ったよりもめちゃくちゃやる気みたいな感じですね、でも今回。いや、やる気はない。でもだからさっぱりなんですよ。やっぱ他社のフォーマットやるってのはものすごい大変だなって気がします。意気込みバッチリと。いや、そうですね。ということで。はい、じゃあ、いろいろ喋りましたけど、はい、今回モダンなんで対戦は。やりますか。そうですね。はい。モダン自体僕好きですからね。いや、モダン面白いです。本当は面白いと思います。じゃあ、面白い戦いじゃ今からしましょうか。やりましょうか。やりましょう。はい。じゃあお願いします。はい、あれ、またそのデッキは、あ、ちょっと僕ね、特殊な一件でまた後でちょっと出しますんで。デッキどこにあるんですか。デッキ出していいですかね。はい、これこれデッキです。これデッキ、これデッキだ。えっ、これデッキで、これデッキ、はい、サイドボードが、サイドボードあります。あります。サイドボードこれです。サイドボードが、崩れたけど、え、崩れちゃったけど今、ね、すいません。崩れたけど今、サイドボード。これサイドボード10枚。これメインボードです。これデッキ、これ超ある重量で200枚ちょっと超えちゃってるんで、ちょっとこれ使わないと、肘の高さぐらい、こう、とんでもないの持ってきたな。次引くとこう、次引くとこに乗せたらまずいか。だから別にここから取ればいいです。そっか。ここからこう取ってって、シャッフルの時に、どの山をどのここにすればいいか。なるほど。別にそんなに、なるほど。よし、キープします。はい、ではやってみましょう。はい。見えないんですけど、デッキが多すぎて、ちょっと。すいません、8。8です。ああ、じゃあ、ちょっと、ダイスが。すいません。ダイスが。ダイスが。デッキという迷路に巻き込まれちゃった。7、これじゃ。じゃあ、先手でーす。ちょっと待ってください。ゲームスタート前。はい。え、これで始めてください。え、とんでもない。え、とんでもない。え、ふざけてるわ、マジこれ。いや、なんか聞きました。え、終わりです。大丈夫です、取ろうします。おかしいでしょこれ。いや、ちょっと待ってなかった。ちょっとします。はい、どうしようかな。
冒頭も抜けました、はい、冒頭もここなんで分かりづらいっすよ男子にせっちゃんで披露します。19です、はい、おかしいでしょこれ2枚ってなんすかしかもそれびっくりした、うん、指定は、はい、ウーズですね、ウーズですね。何でしたっけ、ウーズって、あ、タイプ、あ、食いちゃう、食いちゃう、食いちゃう、はい、ケージンドルイド出してますこいつ、エルフドルイドっすよ。はい、根拠のポイントですよ。根拠ないっす、根拠ないっす、出せますから見たことありますから終わりです、終わりです。ケンシン、ケンシン出します。はい、ダッピンして単価します。はい、なんだなんだ、相手のデッキなんだ、何するんだもん、くそ。見どころから、はい、見回し開始。ああ、5枚見て5枚見て墓地行くんですけど、なぜか墓地行かないんですよ。どっちかくりんちゃう話だっけ。そうですね、なるほど。はい、ちょっと不満ですいや本当にびっくりした、賞金判定入った。そうですね、ちょっと本来であれば鉄拳行くんですけど、行かないんでジグソンシャーマンをハンドに行くんで、ハンドに行くと歩いて、これがリムーブです。エシュラウーズとヘッチと献身とジャードの命令、ジャードの命令、ジャードの命令、次のマニアックですね、マニアックなカード。じゃあアンタップします、これ能力で、はい、で、もう一回ミドマナ、はい、で、ジグソンシャーマン、はい、で、終わりです。やばいです、じゃあドローします。へぇー、松田幸男恐るべし。僕は先強制者プレイしたい。どうぞ。墓地ここですかね。これいいですか。リムリムリム。あ、墓地。オポネントなんです。オポネントです。申し訳ありません。本当に申し訳ありません。ちょっと。申し訳ありません。ちょっと。オポネントなんですよ。じゃあ単回します。はい。返されてもどうしようもない。では単回。はい。くそー。そうですね、黒力戦はなんかすごかったな、めっちゃ効いてるな。シュークマー起動します、はい、一応これ入ってか悪いんですけど、何かかわいい、いやー白力戦だけだったらなんとかなったんだけどな、黒力戦もあるかな、はい、はい、終わりです。なるほど、ね、それを加えられてしまったか。そうですね、どうしようか、君ラスト打ちまうか。ラストという名のエンチャント。なんか入ってしないですかこれ、あのリビングエンド、さ、3番以下のカード。まあ、めくってからましょう。めくってからね。ちょっと続賞始めですかね。なし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 。あたたたたたた。お、ちょっと今のは、今のは大丈夫ですか、今の大丈夫ですかこれ。ラストラストラスト、今見えましたけど。確認させていただきますね。すいません。これ松田さん、これデッキじゃなくてこれストレージボックスかカード持ってきたのと違いますこれ。いやデッキですかこれ。これデッキです。これなんか家にあったストレージボックスのカードを持ってきたわけじゃないですそうじゃないですね。いや、デッキの形は一緒らしい。一緒らしいと。けどすごい。じゃあこれボトムで。はい、じゃあボトムで。じゃあ、スタックして、はい、起動します。はい。で、マナだけ出します。はい。で、死にました。はい。はい。はい、で、単価したいです。エンド前に、はい、あ、そう、その真ん中使って、はい、今し回収了解です。くぅ5枚ランド、はい、で、この4枚がリブされました。なんですか、おちさん、五角鳥と五角鳥とか流装とかこういう感じです。それで変な変身できるやつだ、箱込みにしよう。箱込みですね、了解です。はい、これもウーズですね。それもこっちもウーズで。やばいです、はい、どっちからかな。いや、結構除去入ってそうだな。こっちか。終わりです。剣心、はい、引き目。あ、そうかね。はい、はい。そうですね。どうしよう。青デッキ3マナ以下のカード、マグロのはずなのに、なんであんなに動かれてるんだ。おかしい。アーモーグ。アーモーグあります。1枚入ってますから。アーモーグ絶対1枚1枚。1枚入ってますから。1枚1枚と。黒抜け笑うとな。
丈夫か、遠慮しましょう。どういうことなの、遠慮、遠慮、いろいろできますからまだ分からないですからね。いやまあね、さっきのやつかな、エイトザイル、エイトザイル出ました、はい、で、マニア1が乗りました、はい、で、セットアウンド、はい、そして、チマナから挙手、大丈夫です、はい、じゃあ終わりです。エンド時、サイクリングしたい、はい、どうぞ。じゃあ、ワンドをします、はい、ケイチの食い物、わかりました。じゃあ、ケチ探していいですか。はい、じゃあ、大口と、はい、これハンドで、これハンド、はい、了解で、これがおうちで、はい、了解です。終わりです。あ、ちょっとカットの方だけ、わかりました。そうっすね、そうっすね、ごめんなさい、そうっすね、そうっすね、そうっすね、ごめんなさい、そうだ、そうだ、そうだ、じゃあ俺の今日の仕事忘れてた、そうっすね、じゃあダッシュします。はい、ドロー、はい、かな、はい、そうです。じゃあスタックで起動します。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあスタックでこれを測りで死にました。はい、1枚目の墓地がついについに降りていた、ついに墓地が、はい、確かに参加します。はい、くっ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 、1点で決定します。はい、つもみ食いだめ。ああ、これ無限パーツの音、無限パーツの音も了解です。終わりです。エンジン引っ張ります。また勝負かー。で、無事にじゃあファーで、ファーってことはバウンスです。バウンスの方ですか、はい、じゃあ戻りますね。じゃあアタックします。はい、ドローします。はい、あ、奇跡した、奇跡じゃあこれ自殺します。はい、奇跡ジャッジはでもいいっすかね、今の奇跡、奇跡ってなんすか。奇跡はファーストドローンの時1だとできるんで、1を1で払って、知ってまーす、大丈夫です、分かってまーす。じゃあ、エンドです。ふざけてるのこれ。じゃあ起動します。はい、じゃあ4マナで石の渦を、大丈夫です。はい、で、マイナー1カウンターを乗せる能力を使います。あ、なるほど。乗せて、で、下のキルバト能力で、で、緑を出してこれを回します。了解です、なるほど。おお。で、終わりです。なるほど。一応これがあると、マナがあると、無限に、無限に、ね、無限にディッチャーができるんですよ。どうやって取らんの、切ります。わかりました。でも適当に、じゃあまあこの後、じゃあ、はい、緑、白、青、黒、赤で下クリスの元にいいでしょう。 5、X5、 はい、中、はい、ふざけてるマジで。俺いいっすか。おー、いいです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 。はい、まあ、やばか、6枚ということで、じゃあ、負けました。ありがとうございました。好き放題したな。不満が残りますね。奇跡をしたつい。に今のちょっと適すぎなぐらいどうだった。やらせだって言われます。やらせだって言われちゃいますよ、ね、これやらせじゃないっていうのはすごいですよね。そうですか、これリアルですか。じゃあ負け戦で、じゃあここから引いてください。はい、了解です。まあ始めて大丈夫ですか。はい、これやらせなんじゃないですか。じゃあ、はい、チェックします。はい、こう、じゃあお願いします。始めていいですか。いいですよ、ナイス。やった、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 嬉しい。ないですよ、200枚超えてない。ないですか、あれ、終わりです。ないですよね、普通は。ないです、ないです。おかしいですよね、やっぱり。一点ペ、はい、デッド、デッド、デッド、18、エンドです。デッドとは
デッド、あ、デッドって2点ダメージをクリーチャーが3枚で。あ、じゃあ、もういいよ、いいです、いいです、いいです。そうやね。指定は、人間で。人間、はいです。で、今だから、重装者も。どうです。はい、いいです。はい。じゃあ、ドローします。はい。よいしょ。ね。じゃあ、早期。はい、早期、しました。どうです。パワー。了解です。なんじゃないですか。やっぱユフィンのマジですか。ああ、ユフィンのマジか。そうそう。はいはいはい。普通にあの人間に入ってる。これ普通です。ターンバーンとケチとです。なるほど。まあ、じゃあケチ。まあ、ケチですよね。はい。で起動します。はい。はい。今まで。終わりです。あー、はいはい、マイシカウンターがマイシカウンターの方がですね、了解です。マリです。検診が出れば無限になり得る。ただ一応ソーサリーなんで、あの、余裕ってるんで、検診が了解です。すぐ集まりますね。あと、ハンバーマですか。2枚です。言っていいですか。出ていいです。俺さっきなかったと思うんですけど、サイドインさんおかしくないですかね。さっきなかったと思うんですけど、さっきなかった、さっきなかったはずだったんですけど、さっきなかった気がしますね。当たってます。はい、おかしいな。終わりです。あ、普通に強いです。4-3 マルチ切りました。さっきなかったんだけど、じゃあはい、ドローします。西野に進んでたらでかくないですか。4-3 スペック高ない、あいつ。ターンバーンでやります。ターンバーンでやるまであるな。エンドです。はい、じゃあドローします。はい、戦闘。はいはい、もらいましょう。はい、6点はい、10ですかね。はい、9割いっちゃうな。うん、2枚目。おお、終わりです。やばい、頼む。頼む、スペックだけ頼む。あ、そこで、ここですか。はい、じゃサイクリングします。はい、大丈夫です。ユフィンのマジンを。はい、いかんか。終わりです。ターンバーンを使うしかないんじゃないですか。ターンバーンを使うしかないか、これ。ターンバーンを使ってもな、やべえ、石のやつでけえ。なんでだよ、俺。ドローします。はい、戦闘。ターンバーン。6点で。はい、終わりです。やばい、終わりです。死んだ。よっしゃー、よっしゃー。いやね、まさか2匹あんなのがいるとは。いや、ウーズ書店2枚で邪魔だなと思ったんですよ。サイズよかった。サイズでも4-3っていうサイズはすごいんだなっていう。4-4-3ですからね。岡巨人以上ですか。岡巨人以上ですからね。そうそうそう。じゃあどうぞ。はい、はい、じゃあチェックします。じゃあお願いします。お願いします。ないです。ない、ないですか。ないですか。さすがにないです。ないですか。じゃあどうぞ。はい、いきます。あ、はい、戦術。はい、これないと事故。上か。はい、はい、起動します。はい、17まで。シコアコイ、シコアコイ、オッケー。え、レスインピースめくってもな、なんかな、結局またあれかめくれるんだろうな。いや、でもリビングエンドも入ってる可能性あるな。まあね、なくはねえな。まあさすがにレスインピースか。レストインピースでお願いします。大丈夫です。はい、じゃあ15になって終わりです。はい、ドローします。はい、そうだなぁ。まあタップインの処理を行うしかないかな。エンドです。はい、うん、アンタップイン。はい、大丈夫。じゃあヘルコンされまくるんだけど。悪いです。重装強い。そう、これが生き残ると、そのコンボパーツがあっという間にデッキからハンドに揃うんで、重装シャーマンは生き残らせたくないですね。そうですよね、重装シャーマンやっぱ強いですね。いや、強いですね。このカードなんか再録あんまされてないから結構高いらしくて。あ、そうなんですか。1000円ぐらいするんですよ。結構高いですね。
確かに、でもウズゴもあんま入ってる、ウズゴってか、検診ゴもあんま入られてないですね。確かに、あんま入ってないですよね。そうそうそう、だから意外だけど、まあ使われたら強いな。ただ別、はい、大丈夫です。どうですか、やるか、平成4、平成4、はい、大丈夫です。ラスしてきますか、とりあえず抑止力を頑張りましょう。エンドです。あー、ラスか、難しいな。そうする終わりです。はい、ヒトローします。はい、まあ、クリーチャー出すとやっぱ基本的にはラスを打たれることを想定して動いた方がいいんで、これ言ったらちょっと打ちづらいし、ちょっと打たざるを得ないってこともあるかもしれないんで、はい、プレイしたい、大丈夫です。はい、ね、いやもうこれめくれねえな、しかし全然めくれませんね。50科目入ってる。ああ、一応探せるんで、風景の変容打てば。ああ、確かに確かに。あった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 。じゃあこれ、じゃあじゃあこれはこれをだけを、ここがトップ、そう、そこがトップで、じゃあこういう感じで、これでいきます。そうそうそう、まあライブはいいね、微妙だったな。まあ基地を置くしかないな、基地を戻すしかないな。はい、じゃあエンドに、はい、捨てて起動します。ありがとうございます。これ強いですね。強いんですよ、結構普通にサイズがあるし、メドガイクいいんですよ、結構。だって5万44でなんか壊すやついましたもんね、インドリク。そう、そう、インドリクより強いんですよね。そうそう、起動型のインドリクですもんね。そうそう、そうなんですよ、すごい強いな。はい、サルベージで、サルベージ、はい、そうです。ランドは欲しいな。じゃあランドをもらいますか。はい、でかいです。で、これがリムーブいきました。なるほど、ありがとうございます。で、アンタップします。はい、うん、考えましね。それ続くられてしまうと、ソフトランドして、ちょっと難しいですね。次の段にホロビーが打ってほしいんですけど、駒を打たれなかった時の、まあ、その代わりのアクションが結構めんどくさい可能性がありますね。そうですね、こっち的には3は立ててエンドだと、あ、まあ、一応ハンドはまあ4があるんで、うん、他のことをされた時に逆に向こうからコンボを決められかねないんで、動かざるを得ないかもしれないか。じゃあ起動します。はい、いいです。で、手風だから領事の権限を捨てます。はい。で、検診。了解です。で、プレイまで。なるほど。これの方がプレッシャーがあるから。ああ、それ嫌ですね。これだったら。それなんかそのオープンリーチ的な。オープンリーチ的な。そう、検診のドリードはね、めんどいんですよね。やっぱりです。まあ、切っておきますか。はい、一応これでさっきどっか行ったバトルウィッツの方が帰ってくる。帰ってくる。確かに。そうね、帰ってこないとね、どっか行ってやばいんですよね。確かに。やっぱりです。はい、じゃあ、でドローします。はい、嘘みたいなカード多くないですか、さっきから。まあ、それで消すし。まあ、ホロビー打つしかないか。はい、エンドです。じゃあ、エンド前にそのまま起動までします。はい、ではドローします。はい、全然俺もラスの怪人ね、4、4、3いっぱいできて、なんかなんでこんなでかいんだ。確かに確かに。あれがきつかった。じゃあウズで。はい、で、出して終わりです。はい、ドローします。はい、あ、これいいですか。はい、いいです。とりあえずそっち置いて、はい、ハンドからプレイ、ハンドからプレイ、OK です。これはわかります。わかります、わかります。ライバリを、あれですよね、操作するやつですよね。そちらの自分でもいいですよ。自分でもいいです。はい、ちょっとまあ、めっちゃ置いちゃったから、まあ、俺は…まあ、熱気を知る…自分だけも知ってっかな。これしますか。大丈夫です。じゃあ、5、3枚。はい。で…正義な感じが落ちてるんですよね。そうそうそう。いや、落ちてるんです。これ、あ、そうか。いいかいだけです。要は、これをこうやったりできる。はいはいはい。じゃあ、これはこの順番です。はい。エンドです。何なんでしたっけ ?3、3です。3、3か。じゃあ、エンドにこれを割ります。はい。次、魂の動き。じゃあ、次、魂の動きしますよ。お、本当だ、すごい。なんで分かったんですか。ずるくないですか。アーティスト、ビーム強いんで。失礼します。やっぱり弱かったかな。白ボミ。ああ、強い。洞窟を置いて、人間で。はい。はい、で、起動までするか。メインで起動します。強い、ね。うん。ウーズで。ウーズはいます。はい。見ましたからね。見てます。はい、で、終わりです。はい。
どうします？まあ、切るか。方がいいでしょうね。はい。大丈夫です。確かに、ね、若干、ギャラに影響しますよ、今のはちょっと。強い。X5。X5! 負けたーどうぞ。持ってるー、ちょ、風景を見ましょう。ちょっとおかしいです、今の。僕は行きましょう。大丈夫です。はい。じゃあ7枚作ってください。はいはいはい、あと山1枚、はい、もう1枚です。はい、で18点取りましょう。普通のゲームあったら強いなぁ。クソ、負けてしまった。はい、というわけでお送りしたハリアコンバット第11回目いかがでしたでしょうか。はい、でそのモダンシン全部の神決定戦の、まあ、次のなんと放送日とその開催日がですね9月17日の日曜日となっていまして、まあ松田さんはなんとダブルヘッダーということで2回出るんですもんね。時間帯がすごくて、はいはいはい、フロンティア決定戦から始まって、その決定戦っていうのがあの1時から13時からなんですけど、はいはいはい、それが終わった後の15時かな、はいが、まあ、一応前後するんですけど、はいはいはい、その15時にモダンがあるせいで僕、はいはい、フロンティアやって終わった後にさらに次モダンやらなきゃいけないっていう、はいはいはい、これすごくないですか。だって例えばその2勝2敗やったら5回戦かかるじゃないですか、ゲーム終わるまで、はいはいはい、その後にモダン始まったら2勝2敗やったら5回戦始まったら僕10回戦もやらなきゃいけないんですよ。やばいですね。10回戦軽くちょっとグランプリみたいな感じになっちゃうんですよね。そうですよ。しかもあの神って結構緊張するんでね。全然、いやそうですね、想像もできませんね。そうですね。はい、まあ、その神決定戦なんですけども、もちろん放送もやりますので、まあ、9月17日の11時朝11時からですね配信予定ですので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、そしてハリラチャンネルからの告知です。現在 YouTube スペースという YouTube 公認のスタジオでハリラコンバット in YouTube スペースを撮影しようという企画を進行中です。まあ、ただちょっとしかし YouTube スペースはチャンネル登録者数1万人以上ないと利用できません。まあ、そのためこの世界実質化動画は、視聴者様にかかっております。もしよろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、何もなければこれ終わりなんですけど、あの松田さんハリラコンバット出てちょっといかがでした？いや、これ面白いですね。面白いですね。びっくりした。いや、最初これ話聞かせてもらって出ていいのかなと思って結構緊張したんですけど、いや、なんかすごい楽しめる感じでしたね。自分で好きな時持ってきて楽しんで遊ぶって感じのやつで、なんかその結構真剣にそのプロプレイヤーバトルするってのもいいですけど、結構その、まあ、マジックちょっとやってるよって人がこういう風に出てで成果を出すっていうのがあるかもしれないです。これでね、バトル作ろうっていうのもできるかもしれないです。だからすごいこれ面白いです。ちなみにまた出たよ、このもう一回ハリラコンバットやろうとしたら次このフォーマットやりたいなみたいなあります？なんだろうな、でもモダンが一番やっぱりいいかなーって気がします。それ以外のやつはちょっと ね、なんかないかなと。はいはいはい、まあ、モダン本当に今日やってデッキやっぱありますね。まあ、本当にあります。次回もじゃあモダンちょっと出ていただきたいですね。ぜひ。いや、モダン本当楽しいっすね。はい、モダン楽しいということで、はい、というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。